皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。皆さんの通っていた学校は給食とお弁当のどちらでしたか？多くの人は一度は給食を食べたことがあるのではないでしょうか。地域によっては牛乳だけが配られて弁当を持参する小学校もわずかにあるものの、2018年には全国の小学校で主食とおかずと牛乳の組み合わせという一般的な給食の実施率は 98.5% となりました。日本人にとっては当たり前でも、外国人たちには見たこともなく、驚き、羨望の的になることも多くあります。それは給食も例外ではありません。1954年に学校給食法が制定されてから約70年となりますが、なんと当時の給食が外国人たちを驚かせ、羨望の声が多く上がっているというのです。今回はそんな給食に関する話題と、それに対する外国人たちの反応を私、エレンがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。日本の学校給食は1889年に山形県の私立小学校が貧しい家庭の児童に対して出したのが始まりと言われています。当時は白飯のおにぎり、塩酒、漬物といったシンプルなメニューでした。その後、戦時中にも食事ができずに栄養不足だった児童たちに無料の配給がありました。戦後の給食方針が決まったのは1946年12月。この頃に東京都内で学校給食として提供されたメニューは、刻んだ大根と人参、鮭、マカロニの入ったクリームスープでした。ただし、主食はそれぞれ持参することになっていた上、給食の提供は週2回程度だったそうです。そして約70年前の1954年に学校給食法が制定され、その時のメニューが外国人たちを驚かせています。当時の給食メニューは、ジャム付きのコッペパン、クジラの竜田揚げ、キャベツの千切り、脱脂粉乳。このメニューは1952年に提供されていました。昔から栄養バランスを考えた給食メニューになっていたのですね。一方、日本の給食に反響が一番多かったアメリカで1950年代に提供されていた給食のメニューは、チーズのミートローフ、ソーセージケーキ、ハムと豆のスカロップ、オレンジココナッツカスタード、牛乳。スカロップというと、とんかつにデミグラスソースをかけた料理を想像する人もいるかもしれませんが、こちらはアメリカやイギリスに伝わる焼いて作る料理。スカロップにはホタテの貝殻でグラタンのように焼く、ホタテ貝の形にするという意味があります。オレンジココナッツカスタードは、オレンジと削ったココナッツを飾ったプリン。スカロップが主食で、肉のおかずが2品、おやつ、牛乳という結構重量感のあるメニューで、日本の給食と見比べるとだいぶ違いがありますね。この日本の給食には、特にアメリカから多くのコメントが寄せられました。早速そんな声の一部を見ていきましょう。戦後の日本じゃクジラ肉が一番安かったんだって？当時誰が想像しただろう、ここまで物価が上がるなんて。今じゃ何もかもが高いよ。その中で日本は給食でも地産地消とかよく工夫しているよね。うちの国も見習ってもらいたい。うちの国の給食、1990年代は某有名ファストフードのハンバーガーだったけど、ありゃ子供は喜ぶだろうが多すぎだ。なんせハンバーガーが2個、 L サイズのドリンク、ポテト、しかも野菜がほとんどない。日本の給食は俺たちには物足りないかもしれんが、健康面を考えたらあれでいいんだよ。っていうか、クジラ肉の揚げ物はどんな味がするの？謎なんだけど。70年前からもう日本では給食の方針が決まってたなんて、負けたよ。戦後の日本は貧しい国だったのに、子供たちはちゃんと給食を食べさせてもらえてよかったよね。今じゃ日本の給食は世界と肩を並べているよ。美味しそうなのかはわかんないな。クジラ肉は未知の食材だからね。実際食べてみなきゃ何も言えないな。
私が学校に行ってた頃の給食より70年前に日本で出されていた給食の方が興味深いんだけど、漬物？クジラ肉？不思議だわ。日本には学校給食の博物館もあるんだって。そんなにすごいって言うほどでもないと思うけどな。終戦後だからよそも似たり寄ったりじゃないの？まあ当時の人たちが頑張ってたのはわかるけどね。終戦後で現代より多くの子どもたちに出す給食の量としては上等じゃないか。ところで外国ではどのような学校給食を提供しているのでしょうか。ここで様々な国の給食事情を見ていきたいと思います。学校の就業時間が国によって違うことなどから、スペインやメキシコのように自宅で昼食を食べる国や、ペルーのように昼ではなく朝に給食を提供する国もあります。ブルガリアには給食を提供していない学校もあり、その場合はおやつを出すそうです。給食を食べる場所も国ごとに違い、日本の小中学校では大抵教室ですが、アメリカ、イギリス、フィンランドなどはカフェテリア、いわゆる食堂で食べます。学校で食堂を採用している国でも少しずつ違った特色があります。例えば、自分の好きな料理を選べる中国、バイキング形式で好きな量を食べられるフィンランド、ディナーレディーと呼ばれる給仕担当者が盛り付けるイギリスなど、給食といっても各国で様々な特色があるのですね。ではもう少し詳しく見ていきましょう。まずはアメリカから。テキサス州はトマトスライス、スコーンなどが並び、中央に横たわった長いベーコンが印象的な給食。ペンシルベニア州の給食はフィリーサンドイッチとチョコレートミルク。ミネソタ州ではグレービーソースがけのマッシュポテトとパン、フルーツ、野菜、牛乳、ゼリー。結構ボリュームはありますがヘルシーです。他の州ではスナック菓子がついている給食や、ポテト、チキン、ミルクと三拍子揃ったいかにもアメリカといった給食もあります。次にブラジルの給食はどうかというと、ブラジルの料理には欠かせない豆をはじめ、パン、野菜、果物などが並びます。ただしブラジルの学校では二部制や三部制を採用しているため、時間帯によっては給食ではなくおやつを提供する学校もあります。またフィンランドではクリスマスにはハムやスモークサーモンなどを選べるといいます。普段の給食メニューもバラエティ豊かで、見た目はどれも美味しそう。飲み物は数種類のミルクと水、特別な日にはジュースなども選べるそうです。ハンガリーの場合は給食の提供方法が都市によって違います。小都市では校内の給食施設で作った給食を提供しますが、大都市ではケータリングサービスを利用しています。パスタ入り豚肉のパプリカソース煮込み、野菜スープ、リンゴ、飲み物というように栄養バランスも考えられたメニューです。別のメニューでもカッテージチーズをかけたパスタや野菜スープが出るようなので、パスタとスープは定番なのかもしれませんね。フランスではハムとチーズを叩いて薄くした肉に包んで揚げるコルドンブルーや、フランスパン、果物、エクレアなどさながらコース料理のような給食が提供されます。フランスでも給食を食べる場所は食堂で、先生たちは別室で食事をするそうです。さてお昼休みといえば、なかなか給食を食べきれず、ほとんど遊べないうちに終わってしまった人もいたのではないでしょうか。食べ終わるまで遊べないというのは、実はロシアも同じなんだそう。ロシアは1日に2回給食タイムがあります。まず2時間目が終わったら、朝食として穀物のおかゆと黒パンが出ます。このおかゆは甘いらしいです。4時間目の終了後は昼食にメイン料理とスープ、黒パンという組み合わせです。皆さんはどこの国の給食に惹かれましたか？私は日本人ということもあってか、やはり日本の給食が一番だなと思いました。ここまで外国の給食事情も見てきましたが、最後に日本の給食に対する外国人たちの反応を再び見てみましょう。うちの国の学校で出されている給食、なんかちょっと色の悪い肉が挟まってるねって？文句あるかい？これが現状なんだよ。これに比べたら日本の70年前の給食ははるかにうまそうだね。俺が行ってた学校のサンドイッチには名前通りの食材が入ってなかったね。
どこにチーズがあるんだい？ステーキ？見当たらないな。その点、日本では本当にクジラ肉を出していたんだろう？美味しいのか知らんし、食べたいとは思わないけど。いやー、見た目は派手でうまそうかもしれんがね。意外とうちの国の給食はそうでもないんだな。じゃがいもはゴム、肉なんか入ってないし、スパイスもかかってないよ。いや、ほんと、謙遜じゃなくてうまくない。日本の子供たちは恵まれてるよ。うちの国では給食の飲み物としてミルクやジュースの他に自家製ビールも選べるんだ。これは日本との大きな違いだと思う。でも当然アルコール飲料じゃないんだよ。それにビールって言うけど味も違うんだ。うちの国以外に需要があるのかわからん。パンとクジラ肉の揚げ物、キャベツの千切り？いいじゃないか。70年前でそれなんだろ？こっちなんかチーズがかかったマカロニの塊だけだぞ。現代の話だよ。この手の話題では日本に勝てる気がしないな。うちの国の給食にはでかいソフトクッキーやスナック菓子、果物ゼリーなんかがついてくる。そしてメインはチキンナゲットやハンバーガーだ。こんなのばかりじゃ確かに太るわ。近頃の日本では給食にも多国籍料理を取り入れてるらしいから、たまにはうちの国でもやってほしい。なんていうか加工食品が多いんだよ。まあ給食の提供時間も限られてるから合理性とか効率を考えてるんだろうけどさ。昔から日本は手作りなんでしょ？憧れるね。手間のかかった料理が出るのは嬉しいよね。まあよく言うなら素材を味わって食べられるよ。確かにね。子供の頃から味が濃いものを食べるのは体に悪いこともわかる。だけどさ、味がなさすぎるのもどうかって思わない？食べさせられる子供にしてみたら、味のない給食ほどつまらんものはなかったね。一応きれいに盛り付けてもらうけどさ、俺たちの場合は全部混ぜ混ぜするから結局意味ないんだよね。日本の給食メニューだと混ぜ混ぜできないのがちょい残念かな。70年前の日本ってシンプルな給食だったんだね。パンと肉の揚げ物と、え？パン？日本の給食だよね。ご飯じゃなくて？それは意外だな。今はいろいろあるみたいだね。ラザニアやちらし寿司、鍋とかね。給食で寿司が出るなんて羨ましいね。うちの国の給食はとてもじゃないけど美味しいとは言えなかったね。いつも弁当を持って行って食べてたよ。給食を食べる義務がなくてよかった。だから給食は食べなかったけど、あの独特な匂いは印象に残ってるわ。日本で提供されてる給食の栄養バランス自体は70年前と今でそれほど変わらないんじゃないか？これはすごいことだね。日本にいた頃学校給食を食べたことがあるからメニューも覚えてるよ。味も悪くないね。今回70年前の日本の学校給食から始まって世界の給食事情を見てきましたが、バリエーションの多いフィンランドなど他の国の給食も美味しそうだと思いました。アメリカの場合は年代だけではなく州によって提供されている給食も違うようなので、感想にも差がある印象を受けました。食育の視点から考えれば、70年以上も前から栄養を考えた給食メニューを提供していた日本はすでに世界の先端を行っていたと言えるでしょう。世界中で健康志向が高まっている現代、私たちには当たり前だった学校給食はヘルシーな食事を求める外国人には羨ましい生活環境なのかもしれません。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。